小峠敦氏は、日本のプロレスラー。大阪府貝塚市出身。プロレスリングのは所属。高校卒業後、大阪プロレス教室へ進んだ。2005年4月29日、大阪プロレスでデビュー。2008年1月5日、ゼロ、ガイナの保持する、大阪プロレスタッグ王座に、原田大輔と組んで挑戦するも敗退。2月11日、 大阪ハリケーンのセミファイナルの大阪プロレスタッグ選手権、ゼロガイナ・タイツバサアジアイ・クーガーの試合終了後、ヒールユニット、バッドホースに入隊する。4月26日、バッドホースが解散となり、小峠も無所属となった。5月10日、元バッドホースコンビで、秀吉、正宗と組んでいたが試合後、小峠は、 今後一人で行動すると宣言し一匹狼となった。5月24日、ただすけの熱い心でユニットブラッドガッツに介入させようと原田とのシングルを提案する。しかし原田は今更シングルマッチで戦っても何も変わらへん。ここは相手タックを組んで気持ちを確かめると小峠とのタック結成を提案。小峠はこれを受けた。5月31日、 原田と組んで、アジアイクーガーブラックバファローとのタッグマッチが行われた。結果は、敗れたものの、試合後、小峠は、原田の気持ちを感じ取って、B&G 加入を宣言。6月7日、B&G 対正規軍戦で、ミラクルからフォール勝ちを収めた。6月21日、タッグフェスティバルに、ただすけとのタッグで出場。 ミラクルマンを下して1回戦を勝ち抜き、準決勝で当たるムチャルチャのアジアンクーガーが、負傷欠場のため決勝戦に進出。6月29日、決勝戦で、原田ゼウスと当たるが、原田の2連発の片山ジャーマンスープレックスに沈んだ。2010年2月11日、原田とのタック、桃の青春タックで、秀吉正宗組を破り、 大阪プロレスタック王座を獲得。7月17日、もちづきしげあドン・フジ組との防衛戦を行われたが防衛に失敗してベルトがドラゴンゲートに流出する事態となった。10月、第4回日テレハイ総ジュニアヘビー級タックリーグ戦に原田とタックを組んで出場。10月31日、もちき 富士組と大阪プロレスタック選手権に挑戦して、小峠が富士から、藤原ラクラッチで即座に丸め込み参加運と、大阪プロレスタック選手権の団体の司法を奪還。十一月二十八日、空気場オロチと初防衛戦を行われたが、敗退。二千十一年一月十五日、プロレスリング、ノアの丸富士制度&、青木厚志が保持する、GHC ジュニアヘビー級。 タッグ王座に原田と組んで挑戦するも敗戦。その後、プロレスリング、ノアの大阪大会などに定期的に参戦するようになった。2012年4月、今季の契約満了をもって大阪プロレスを退団することを発表。5月1日、プロレスリングノアに入団。6月3日、ノア入団わずか1ヶ月で GHC ジュニアヘビー級王座に初挑戦するも、当時の王者。 金丸義信に敗戦。9月、第6回日テレ杯争奪ジュニアヘビー級、タックリーグ戦に、石森太しにと組んで出場して優勝。2013年3月10日、GHC ジュニアヘビー級王座に2度目の挑戦を、果たすも、タックパートナーでもある石森に敗戦。2014年3月21日、石森とのコンビで、小川義成ザックセーバージュニア組を破り、 GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座を獲得。小峠自身初の GHC 王座大会となったが、初防衛戦で小川組に敗れる。7月、再び王座に着いたが、長期防軍の拳王安原大原はじめ組に敗れ、またしても初防衛に失敗。4月19日、GHC ジュニアヘビー級王座に3度目の挑戦を、果たすが、大阪時代からのライバルである原田に敗れた。 12月6日、原田を変形キルスイッチで破り、GHC ジュニアヘビー級王座を獲得し、大阪時代も含めて初のシングル王座を体感。翌日に原田との初防衛戦が発表された。2015年3月15日、二度目の防衛戦となった鈴木軍の大地に破れ、GHC ジュニア王座から転落した。2016年12月、 ヘビー級に転向して体感していた、ジュニアヘビー級とジュニアタッグを返上。2017年8月26日、塩崎剛とのタッグで、GHC ヘビー級タッグ選手権試合に挑戦。序盤は、丸藤聖堂とマイバッハ谷口のコンビに捕まるが、その二人にまとめて、ミサイルキックを見舞って応戦最後は、ムーンサルトプレスから、ヘッドバット。 キルスイッチので谷口を仕留めた。記録は23分19秒エビ固め。これにより小峠は、自身初のヘビー級王座の体幹となった。2019年5月、拳王、政北宮、稲村愛希と共に、反体制ユニット、今後を結成。7月27日、神奈川、カルッツ川崎大会の試合後、リング上で、 混合脱退とジュニアヘビー級への回帰を表明。8月4日、東京、甲楽園、ホール大会にて、スティンガー加入。2020年5月10日、ノア特設アリーナ大会試合後のリング上で、パートナーだった鈴木小太郎にキルスイッチを食らわせ、スティンガーを脱退。対戦相手だった大原はじめと吉岡良樹を勧誘し、新ユニット、フルスロットルを結成。 ありがとうございます。